い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速マンション見てこう。友達マークが多いね今日は。え、喧嘩ではですね。あ、でもネムちゃん寝てるけど。どうも、久々の夢の世界へ。これは誰？あずささんやない？巨大な。ネムちゃんが焦ってる。これは最後あるの？去っていくとか？ん？何もなかった。どういうわけかお宝浮き輪を拾いました。もらっていきます。どうもです。どうもです。あ、喧嘩ではないよね。よかったよかった。友達も紹介したいのですが。うんうん。4000MAX27も紹介するのはどうでしょうか？いいと思うよ。二人が仲良くなるにはどんな話もすればいいでしょうか？趣味の話。わかりました。趣味が合うかどうかはわからないけれど。結構な身長差。でも男女でこの身長差はちょっといいね。お、お、楽しそう。趣味が合うのはいいと思うよ。三人とも楽しそうだな。いいやん、いいやん、盛り上がっとる。びっくりした、友達にならんのかと思った。あんだけ盛り上がっといて。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。友達になってくれました。よかったよ。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、ミシンをもらいました。ありがとう。親友がいるというだけで、自分が強くなった気がします。まあね、親友がおってくれたらね、別に。何もって感じ。はい、ソーセージどうぞ。いただきます。友達は大事。どうすか。結構美味しかったようです。よかったよかった。はい、それじゃあ。あ、もしや、リミちゃんと喧嘩しているのか？そんなような、え、違う！初雪さんやった、まさかの。入ります。じゃあ、二組喧嘩おるってことか。ちょ、気づけ。私、珍しく怒ってます。全然、全くもって珍しくないよ。初雪と喧嘩しました。うんうん、見てた。腹が立ちます。何があったかは知らないけど見てた。仲直りして。このイライラも沈めてください。ほいほい。台湾さんずっとおるけどあれよね。好物大好物出てないよね。はい、グミどうぞ。てか苦手も超苦手も出てないやん。すご、それを外してずっと食べてきているという。まあまあ美味しかった。よかったよかった。初雪と喧嘩しました。しょ。待って、初雪さん側に行くわ、私。じゃあ、このイライラも沈めてください。ちょいと待ってね。初雪さんの部屋は一体どこだったかしら。出かけとるとこってことよね。初雪さん。ん？あ、ここか。お呼び出しします。おかえりー。急いで帰ってきてくれた？今ちょっと不機嫌です。あ、初雪さんはもうコロッケを渡せば全然大丈夫なやつ。コロッケ、コロッケ、コロッケ、コロッケ。あれ、こっちか？はい、あったー。どうぞ。いただきます。これで宇宙に飛んでいってご機嫌になってください。はい、来たー。しゅだいぶお腹いっぱいになったね。うまーいだって。うまーい。よしよし。さあこれでご機嫌でしょう。気分が落ち着きました。うんうんうん。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。ちゃんと仲直りしてくるんだよ。
さあ、どうだろうか。ついさっきまで物を投げ合っていたけれど。この間はごめんなさい。お？こちらこそごめんなさい。よかった。ちゃんと仲直りできた。うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、よかった。仲直りできました。お礼にこれをあげます。なんでしょう。実用品ブランコをもらいました。ありがとう。週刊誌を買うときは、一番上じゃなく、下の綺麗なのを選びます。わかる。なんかすごくわかる。本ね、後ろの方から取ってしまうよね。私食べ物とかはそんなに気にせんねえけど、どうした？寒気がする。何が起きたんですか？ちょ、一軒家の方見ていこう。あ、そう、子供がね、生まれたんよ、二組。あ、これ多分喧嘩のやつやん。あの、子供が、二組生まれまして、ね。ん？どこだったかしら。どこだったかしら。あ、そう。はい、赤鼻さんとあゆな。ここね、子供が。誰っていう名前やったかな、名前。どうも。こんなと遊んでくれますか？コーナちゃんだ、コーナちゃん。ありがとうございます。顔はね、あゆなにそっくりやった。こんな、あゆなにそっくりさんだよ。要は、お母さんのそっくりさんだよってこと。ってことはもう、着実にね、懐いてくれるはずなの。あ、口元は赤鼻さんなんやね。目があゆなで、口が赤鼻さんって感じ。ほら、もう超ご機嫌。あ、怪しいおる、怪しいおる、赤鼻さん。いいね、いいね、ご機嫌やね。コーナちゃん。で、もう一人がね、どこだったかしら。誰のとこだったかしら。あれ？あ、ここか。ケンくんとリンちゃんのところ。ここはね、多分ゆうちゃんやったっけな。確か。ゆうと遊んでくれますか？ゆうちゃん。でも二人とも女の子やった。ありがとうございます。ゆう、あゆなのそっくりさんだよ。ここは、あー、ごめんね。ごめんね。あー。ここはなんかケンくんに似とる感じがするかな。あ、全然泣き止んでくれね。あ、この感じ？あ、この感じだね。はい、ごきげーん。あー、ちょっと待って。ごきげんで終わりたい。あ、いいね、いいね。こんな感じで。コーナちゃんと、ゆうちゃん。この二人が生まれました、新しく。さ、喧嘩してるのはどっち？黒影さん。お呼び出しします。わし、珍しく怒ってます。ってことは、黒影さんとリミちゃんが喧嘩中ってことですね。リミネと喧嘩しました。腹が立ちます。まあまあ、仲直りしましょう。このイライラを沈めてください。はい、それじゃあ。スイカでも食べて。はい、どうぞ。いただきます。もうスイカの季節も終わりか。次はあれよ。梨の季節がやってくる。梨とブドウやね。もうすでに私、梨もブドウもね、なんか、ちょっと前に冷蔵庫の中にめっちゃストックがあって、食べた。梨も食べたし、ブドウも食べたよ。いや、美味しいよね。いいよね。さあ、ちゃんと仲直りしてね。この間はごめんなさい。こちらこそごめんなさい。おー、よかったよかった。二人とも帽子がすごくよく似合う。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、
何か良さげな服はないかしら。ぐるぐるベルトシャツ。違うな。ジャケットと T シャツ、これかな。はい、服、ジャケット、T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いい感じ、綺麗系ね。わしからのお返しです。ほいほい。お宝、金貨をもらいました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。困っている友達をほっとくなんてできません。そういう時はちゃんと助けてあげて。助け合い大事。大事よ。ほい、そしてみんなに募金を募ります。さあ、ちゃんちゃん入れてってね。あ、レミちゃんとカートくんはあれじゃない、元恋人。いや、しかしカートくんの記憶はない。今日は 25,610 円集まりました。ありがとう。はい、そして、昼一。ジムユニフォームだよ。お、いいね、いいね。今日は特売日だから、銀行員とか買ってそう。買ってそう、着てそう。毎度あり。でもこういう制服ちょっと憧れるよね。OL って感じじゃない？はい、そして今回はまた、あとね、歌を送ってきてくれた人がいるので、それを聞いていきたいと思います。ちなみに今回のやつも500回記念のやつなんやけど、あの500回記念の曲を送ってきてくれとった人が何人かおって、けんちょっとぴったりのパートではできんかったんやけど、ちょっと聞いていきたいと思います。はい。あゆなのオペラで、パート500。いいね、いいね、周り出てきた。あ、バランスいい感じ。ついにパート500だ。ここまで来れてとても嬉しいわ。見てくれてありがとう。これからもあゆなさん年をよろしくね。内田かりんさんって読むんかな、多分。が送ってきてくれました。ありがとう。はい、それじゃあ、ん、今のあれよね、普通にちゃんと歌ってもらったよね。はい、ミーニュース見てこう。お、さっちゃん、正午のミーニュースをお伝えします。お願いします。いたたまれないニュースです。小指強打事件。昨夜遅く、めちゃくちゃくだらなそう。なぜ床にフライパンがあるのか。そんなに、まあ確かにね、地味に痛いよね。何のためについてんの。足の小指って何のためについてんの。やばい。いや、でも私めっちゃ重いよ。これって足の小指って強くない。え、だってさ、確実にさ、え、絶対今の骨折れたよねぐらいの勢いで、はい、結構足の小指ぶつけること多いんやけど、いやー、どんなにぶつけてもね、その時痛いだけで、後々すげえピンピンしとるやん。いやー、足の小指最強やと思うよね。めっちゃくだらんけど、足の小指最強やと思っとるや、私は。うん。はい、それじゃあ、コルピックさん、入ります。ほのかちゃんと一緒。こんにちは。こんにちは。新しい服が欲しいです。お、今結構和風な感じにしとるけど、どう？コマンドセーター。ストライプジャケット。ストライプジャケットで。はい、どうぞ。これでガラッと雰囲気が変わったね。好きじゃない？マジで？
どんなのが好きなんですか？知らない方がいいことって本当にあるんでしょうか？いや、あると思うよ。でもね、なんやろ、人に関することとかも知らん方がいいこととかっていっぱいある気がするけど、でもなんか知らんけんって何してもいいわけじゃないとも思うよね。なんかこう、お互いにこう、ね。なんか、うん。気をつけていこう。まあ、人に関することじゃないこともいろいろあるけどね。でもそういう場合はどうなんやろ？知らん方がいい。え、でも知った方がなんか安全に過ごせそうな気がするけど、いろいろと。ね。人の秘密とか以外は。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。新しい人がどんどん増えてきてるけん、こう人間関係がね、広がっていってほしいよね。友達とかもまだゼロの状態けんさ、繋がっていってほしい。